辛いぜ。飲んでいこうじゃん。もうきついぜ。だいぶもう俺来てるよ。やべえ。イタリア。イタリア。スポーツメイトを買ってくればすぐ帰るぞ。2ターン。1。あ、負けた。終わった。伊藤さん、これスポーツメイト買ってくればすぐ料理飲めです。ちょっと待て。これだ。仕方ねえな。俺の今の飲んでないヨーグリーナあげよっか。きつ。え、何？飲んでないヨーグリーナあげよっか。いや、ちょっと取っときな。取っとく。大切な水分。どうするこれ、まあ、とりあえず置いときなよ。置いとく、うん、しかも俺配線処理であるからさ、そこで終わらすわ。これ書いてあるんだよね、裏返し書き。うん、行きまーす。そんなないよね。外れた、外れた。こっちの方が水分あるから楽だわ。きついぜこのもんは。マジでこれ、そんなもうどんどん水分持ってられるから。マジできついぜ。うまい。それ下全部そうだよ。あとでなんかクレヨンしんちゃんいなかった。え、こっちじゃない。クレヨンしんちゃんも一気に行く。そのステージ、それは当たれ、外れ。何が？いや、俺、外れ、外れ。ここにあるよ、当たってるぜ。なかなか当たんねえもんだよな、これ。当たんねえわ。そんな不利益ないと思うんだけどな。うん、外れた、外れ。うん、まあ当たったところでこれ交換しないんだけど。あとコーラ、コーラさんと違ってさ、口がさパサつかねえけどさ、代わりにさ手がベタつく。うん、当たった。踊りどう。え、当たった。当たっちゃったよ。一人一個当たんね。うん、クレヨンしんちゃん当てなきゃいけない。これクレヨンしんちゃん当てなきゃいけない。そういう感じだから雨があるから。でも俺クレヨンしんちゃんあるからまだ。じゃあそんま行くね、しんちゃん。しんちゃん行く。しんちゃん3個だった。しんちゃん3個。誰か行ってほしい。それでもいいよ。ミサイ行きたい。じゃあミサイね。ミサイさ、こっちさ、丸じゃねえからさ、出しにくそう。どこに付いてんだろうね、あたり。わかんない。裏かな。クレヨンしんちゃんの父だ。あ、上じゃない。上っぽいな。上かな。上だよね。あずれ。何味で、そんこ。ラム？ラムネじゃない。あ、すっげー水分少ねえ、これ。うわ、なんか確かにもうさ、ベタついてるな。やべ、ひもきゅう2倍用水分がね。やばい、ほぼゼラチン。味はうまい。次は食ったことある、しんちゃん。じゃあ最後はヒロシに出ちゃって。最後ヒロシか。あ、俺らも社会人になるってことで。ハズレっぽそうだな。色違うのかな、ハズレじゃん、当たりだったこれ。わかんない。いや、さすがに当たりって書いてあるだけなんじゃない。でもベタついてるから。こうだ。なんかさ、うん、水曜日のダウンタウンみたいじゃないこれ。わかるでしょ。ヒロシどこ行った。ヒロシ、ヒロシくん、ヒロシくん、ヒロシ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 さん、ヒロシ、あれ、まあ、昨日みたいに言うね。ヒロシ、ヒロシ、ヒロシ、ヒロシいないんだけど。あれ、あれ、あれ、会社行っちゃったんじゃないの。会社行った、会社行っちゃった。ヒロシ落ちたとかない。ヒロシ兄さん、ヒロシ、ヒロシ、ヒロシいた、ヒロシいた、ヒロシいた。あれ、お前間違えて何か出した。あ、これ出したんか。これヒロシだと思った。うん、これ変わらなそうだね、ここの色は。当たりでも外れでも。ヒロシ当たり。多分外れると思うな。1個当たれば責任山だったでしょ、さっきの。外れたわ。後ろ姿がヒロシ。やばい、行きましょう。ヒロシがうぜ。だんだんうざくなっていい。ヒロシが一番うぜ。さすが、うん、もういいや、これ粘着野郎だぜ。ゴミね、いっぱいゴミあるぜ。一回片そう、一回片そう、うん、当たり2個は残しとこう。
ちょっとさ、うん、俺ソルテライチで洗浄していい？いいわ。ソルテライチもベタつくと思うんだけどね。まだマシだと思うんだよね。今の手のベタつくってやばいからさ。やべえやべえ、ベタつき、ベタついてる。これ気持ち悪いぐらいベタついてる。いじめるぐらい。やばい、死んじゃいそう。なんでこの形式？それで一手洗うことになると思わなかったよ。母の恵みを感じる。オッケー。気をつけろ。オッケー。マジベタつく。オッケー。でも外れ。ハズレイ。一回でもゼリーゾーン触るとおしまい。あ、それはもうやばい。あ、そっちもやばいね。もうやばい。あ、やばいわこれ。マジでやばい。ヒロシよりやめちゃう。汚くなる。そうだな、俺当てたもんな。そうだな、今んとこ同じぐらいの確率だけど、黒さん10個だけどね、俺も当たりにあってか、8個ぐらい多分当ててるかな。当たんないとちょっと悲しいな。あ、わかんねえやつだこれ。わかんねえ。ピーちゃん、そっち食いやすいじゃん。いいね、あの出し方。あ、ちょっと食うまでわかんない。その出し方していこうよ。いや、偶然。あ、もしかしたらこっちを押して、あの貼り付けてたら、あ、そうかもしれん、貼り付けてたらいつもペタってついてくる。はい、ありません。はい、くっついてくる。ダメだ、外れ。両方、こうだね。あー、私今ちょっと顔上で雨してまして、はい、薄いやつだ。はい、もう行きます。いいじゃん、いいじゃん、うまくない。すみません、ありがとうございます。いいね、いいよ。いいぞ。何に対していいのかわからんな。これからついてきたらさ、ソーダの方がさ、多分くっついてくるんだよね。そんなことなかったわ。どれ当たんない、やばい。これ持ってるか持ってないか決まるよ、これ。おー、うまい、うまい、うまい。こっちだけだんだんうまくなってこっちだけうまくなってラムネがマジにさ、健康に悪そうな色してるコーラはまあ黒でかわかんないけどさ。はずれ。やべえな、あと何個わかんない。半分半分ぐらいじゃない、あと。あ、そうだ、半分ぐらいだ。ちょうど半分。おっと、うまいぞ。綺麗に取れたな、今。食べるのだけは成長するんだな。当たり引かなくてもスピードタイムだと一番速いぞ、こいつ。おやばいぞ、これ当たんねんじゃねえの。こっちだけうまくなっていけんだよな。綺麗に食べるね。綺麗に食べる、速いもん今日。これギネス取れるぜ、これ速さだけ。マナツカのこのグミを食べる速度。世界取れるぞ。外れだね。あ、ミスったかもしれない、これチャンピオン。ミスったか。あ、ミスったチャンピオン。コーラきつい。コーラもベタつくんかな。砂糖も多そうやしね。あと3個だ、やべえ。岩井さんの水分問題解決したの？水分問題、うん、いや、まあきついはきついけど。おお、びっくりした。当たった？あぶれ。あと何個？2個。やべえ、やべえぞ。でもラスバンでやってればかっこいいよな。それでラストで100円って書いてる。きつい、英雄のある、うん、今んてこういうの俺ら20円、20円で10円だから。そうそう。やべえ、やべえ、やべえな。あと1個だ。
いけるちょっとずれてる、ちょっとずれてる、当たりの回転ちょっとずれちょっとずれてる、ちょっとずれてる子供かよその傾聴を見るの。あー、5来たか。あ、外れくせ。おっと外れ。私がビリだな。でも俺あと1個、もう1個ある。なんかあったっけ。おっと、あ、自分で買ってたやつがあったのか。でも1個だけなんだよ。あ、一瞬1個だけ葬ったっけ。俺のやつ、俺と同じやつ、うん、なんかの味。あ、つか、そう、どんぐりガムみたいなやつか。外れるよ。ずれ。はい、ずれ。ずれ。あ、もしも外れちゃったか、来ちゃった。はい。うん、この前ガリガリ食わってたからな。それでもう、うん、持ってかれちゃった。ガリガリ食わってたんだよ。グレープフルーツ味があったらなんかだった。で、黒さん交換していくんでしょ。ええ、まだラムネ食べたいでしょ。じゃあちょっとね、じゃあ、え、それ20円だっけ。20円じゃあさ、10円あげるからさ、2個買ってきなよ。いらねえ。マジで、マジで、マジで、マジで。はい、はい、どうぞ。はい、はい、はい、どうぞ。クソやろうやん。持ってくやろうやん、マジマジで言ってんの。マジで言ってんのだよ。何取りに来る。一瞬だけ持っている。どうすんのそれ。俺はいらないから、黒さん譲ったことにした。いらねえ。よかったね。ちなみにここにも売ってたぞ。まあ、黒さんが好きなので交換すればよいね。もうコーラ、もういい。じゃあ行くよ、じゃあ行くよ。これ何、いくら。それ多分それ同じ、それと交換じゃね、うん、ああ、なるほど、うん、めっちゃ買う。じゃあコーラ、もういい。クラさん10円あるよ、10円、はい、いや、まあ、いや、もういらない、もういらない、もういらない。あ、私やの、うん、あ、そうか、俺の10円か、これ、うん、もういらない。あ、取りに来る。あ、取る取る、はい、大丈夫大丈夫動画をってこと。あ、そう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 、そういうことね。そうそうそう、じゃあ俺静かについていく。ほしい、荷物だけ見ててくんね。俺だけなんか。じゃあその今の家さ、バッテリー交換しといてで。ん、でもした明日。オッケーオッケー。あ、じゃあ起動してなんか星野言ってて、一人家。すぐ戻ってくる。いや、どっちかだから、すぐ交換できるか交換できないかってから。どこにあったこいつ。あの辺、あっちあっちあっち。辛いわ。しかも別にいらないっていうのがね、面白いよな。うぜえ。これじゃない、これ。あ、これか。同じやつ交換、同じ味で交換した方がいいかね。コーラあるよ。あれ、これ15円じゃん。15円だったね。やったやん、やったやん。俺財布持ってきてね、今。え、じゃあこれと同じの交換できるから大丈夫じゃん。あ、そうか、そうか、そうそうそう。これとこれはセットだから。じゃあ20円分だから。そうそうそう。同じやつ、同じの買った方がいいかね。20円で、うん、20円の10円で、10円で、うん、3、2個、あ、どこ、あっちだ、あっちだ。やりやがったね、これ本当にもらえんのかな。俺絶対こういうの無効化されると思うんだけど。え、こういうの無効化されると思うんだけど。何が。え、こういうところで駄菓子屋じゃないみたいな感じの認識でさ、昔ながらの、うん、うん、当たりやってないんですよとか言われそうじゃない。スーパーのガリガリ君の当たり聞いたのと一緒で。あ、一回聞いてみた方がいい。うん、そうだね、いけますです。いけますって。うん、じゃあその場で食ってさ、引くやつがいねえんだと思うんだけど、多分。こんなの交換するあれがないじゃない、どこにも。うん、これ2個でしょ。これがきついんだって、マジで。も同じだと交換してもよくね。またわけのわかんない。どうすんだよ、これでまた50円って買ったんだ。終わらねえっつって。
じゃあこれを取ったら、これを買ったらもうここから触ろう。うん、これあた いくら当たろうがいい。もういらねえ。もういらねえ。ヒーリアがね、100円なんか当たったら俺、うん、交換できんのかな。今だよね。うん。あ、ソフトクリーム売ってんのか。うん、無駄なの当たったな。じゃあクロさんにさ、コーラ交換できたって言ったらクロさんにコーラゼリーあげるからさ、うん、俺こっち食うよ。あ、こっち食う、うん、いや飽きたでしょ。いやマジきついな。コーラゼリーあげるよ。俺これさ、うん、最初6個とかにしようとしたからさ、うん、ダメ、6個で十分だこれ。いや、10つって持ってきたのはお前なんだけどな。ちょうどキリが良かったから、うん、10つって持ってったら、うん、マジできつかった。お、勝手にさ、うん、ベビースターラーメンみたいなやつだと思ってたからさ、横にあったからさ、これで使えますか。一応何回見にしたけど、どうする。はい、はい、こちらもいいこと。イタリアに帰る。20円分の金券としてお使いいただけるので、はい、20円以上買い物していただいて20円をお願いします、はい、じゃあご一緒にお持ちください。はい、ところはここまで。はい、もう1個ですね。はい、どうぞ。おや、おや、使えるらしい。なるほど、使えるじゃねえか。これと、さっき隠し持ったゼリーだろ。そうそうそう、うん、これでね、はい、で10、完璧です。ありがとうございます。クソ野郎だもんな。はい、ありがとうございます。やってられないぜ。500円です。やってられないぜ。俺はこんなことするためにここにいるんじゃねえって。これマジでさ、当たると思ってなかったからさ。やばいよ、何当たってんだよ。笑うんだけど。はい、これ、あ、そうか、失礼しました。こちらで30円で10円です。はい、心にお入れしますか。あ、大丈夫です。大丈夫です。はい、行くぞ、行くぞ、駄菓子やろう。駄菓子やろう、行くぞ。もうここからさ、ここからさるぞ。辛いわ。交換できた。交換できた。笑うんだけど。交換できますか。レジでね、交換できますか。あ、そっか、これはイタリアに勝ったんですね。うん、俺はこんなことしてたね、ここに立ってるんじゃねえよって。で、クロスさんとね、クロスさんこれ飽きたでしょってね、一つこれ星野なんじゃ、10円あげて、うん、はい、でね、俺とね、コーラゼリーとね、交換することにした。うん、もうね、やってない。え、なんで今ここで食う流れになってるのこれ。食わなくていい、大丈夫。いいよ、別に両手外れるもん。開け出しちゃった。本当はね、買ったらもう触ろうって言ったね、黒さんが。外れ外れ。はい、はい、オッケーオッケー。終わった終わった。よかったね。よかった。もうスパイラルにはまるとこだよ。これでどうする、これ50円高かったら。あ、ブラジル。あった、あった、奇跡の100円が来るか。あるよ、ワンチャン。あ、ワンチャンあるか。あ、でもないかな。ないかもね。1だ、21。どこだ、どこだ、発見しか。積み上がった。やべえ、持ってらんねえ、どうしよう。ありがとうございます。